玉川通る炎上さらに拡大。テレビサヒに厳正な処分を国会議員の批判止まらず。テレビサヒの玉川さんが国葬における菅前首相の長寿に関しデマを流した問題について9月30日に YouTube に投稿された動画において自民党の西田昌司議員が次のような発言をいたしました。テレビサヒはどういう会社なのか。報道の自由はもちろんあるが 全く事実に基づかないで局のアナウンサーが腐す発言をするというのは報道の自由を超えた政治的な発言だ。政治的公平性が報道機関に求められるがそれを完全に逸脱してお詫びで済む話ではない。テレビ朝日としての責任を取ってもらわなければならない。今回のこの発言、テレビ朝日にとどまらずテレビの放送局は 公共の電波を使わせてもらっていることを忘れてしまっている。まさに電波そのものが自分のものであると思っているし、局の中の一員であるにもかかわらず、自分が天下を取って自分が好きなことを国民全体に話しかけることについての責任について全く考えない。そういう教育も多分テレビ朝日なんかでもしていない。これはとんでもない話だ。 ここは厳正な処分をしなければならない、などとなっておりまして。さらに自民党の細野豪志議員が2日にツイッターにて、東日本大震災の際、岩手宮城の瓦礫が放射性物質で汚染されている可能性があると言って、攻撃処理を全面的に否定したのが玉川徹さんだった。連日反対キャンペーンを貼られ、世論も反対に傾いたが、 屈せず、攻撃処理をしたから、目標通り3年で処理できた。テレビス日は、彼の過去の発言を一度検証した方がいい、などと批判され、玉川徹さんが大炎上してしまっておりますが、こちら、玉川徹さんが公共の電波を使って垂れ流したデマに関しては、放送法に違反していると判断される恐れがございます。テレビス日が、 自主的に対処しなければ、BPO や国会、総務省などが動かざるを得なくなるものと思われますが、テレビサヒには今回の問題について、しっかりとまずは記者会見などを開き、国民の皆様に、視聴者の皆様に説明していただき、このような問題が繰り返されないように、テレビサヒとして対策をですね、 講じていただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました